はい、どうも、百鬼にです。今回ダイソーに行ってきました。今日気になった商品、こちらになります。テレビ型スマホスタンド。価格税込み330円の商品で、スマホスタンドになってるし、ここも見てわかるんですけど、ティッシュボックス。で、あとペン立てにもなるっていう。テレビの形した、まあ、レトロなテレビって感じのスマホスタンド。こちらがね、新製品発売されてたので、買ってみました。レトロテレビって感じなんですけど、これがまあまあちょっと結構ね、サイズも大きくて、こんな感じなんですけどね。ティッシュケースにもなるし、スマホスタンドにもなるし、ペン立てになるっていうことですね。で、対応サイズですけども、こちらにあるんですが、ティッシュボックスのサイズが内寸が約17センチ×12センチ。スマホに関しては、最大8センチ×15センチ×1センチ。ケースはね、付きたまんまではちょっと使えないということにはなってます。で、これね、まあ、そこもこんな感じの、こういう、まあ、ちょっとプラスチックのケース。色がね、ピンクと、この、まあ、グレーというか、ホワイトというかね、この2色あったんで、今回はこちらのグレーのタイプ、買ってみました。ということで、実際にちょっとスマホを入れてみてね、どんな感じなのか、ティッシュとスマホ、まあ、あとペン立てとか、見ていこうと思います。現物はね、こんな感じの商品で、まあ、これがスマホになるのかな？うん、だからここに、まあ、一旦サンプルですけど、こうやってスマホを入れて、例えば YouTube とか見るんなら、こうやってスマホを入れた状態でね、見る。まあまあ、ものによってはね、もう前からも取り出せます。こうやって。で、横、ここが、ペン立てになって、こうやって。これは、まあ、使わないときはこうやって蓋を閉めておけばいいし、上は上で、このティッシュボックスの部分、これが外れます。なんかここにね、まあ、合うサイズのティッシュを入れてあげればいいみたいなんですけど、これティッシュのサイズが内寸 17×12 なんですよね。だからそれに合うティッシュケース、うん、ちょっと探してきますね。妻のスマホ借りてきたんで、まあ、YouTube、うちのね、チャンネル、で、行けば、まあ、こういう感じで、まあ、テレビに映ってるよ、みたいな風に見せるスタンドにはなります。で、これ横からもね、こうやって入るんで、まあ、前からもね、入るし、これだと、前からは、そうか、ちょっと入りにくいのかな？うん、横からですね、このタイプ、大きさだったら、こんな感じで、まあ、YouTube 見たりするのに使える。スマホスタンドはこういう感じなんで、いいんですよ。うん、これはまあ悪くないし、テレビに映ってるって感じなんで、この演出はいいんですけど、買ってみて今気づいた点が、これね、上のティッシュボックス、小さいんですよね。これね、家にあった、ちょっと小さめのね、ティッシュなんですよ。普通の、ボックスティッシュってもっと大きいんですよね、横幅。これも、ちっちゃいんですよね。これでも寸法195×180なんですよ。だから、これちっちゃいタイプですら、これ入らないんで、結構これまた入るティッシュって結構特殊ですね。最初ね、もう一般的なティッシュが入るのかなと思って買ったんですけど、まあ見てもらった通りね、この一般的なボックスティッシュでも無理なんで、それよりさらにちょっと小さめでね、これすらまだ大きい。うん、だからもう一回りちっちゃいタイプじゃないとこれ収まらないんで使えないんですよね。うん、ちょっとね、予定外というか予想外というか、一般的なティッシュはちょっと使えないっていうのがこちら難点というか、だからダイソーさんには売ってるんですかね。これに入るティッシュが多分あるんだろうという予測はあるんですけど、ソフトティッシュを入れてくださいとは書いてあるんですけど、これまあまあこのサイズ感、よくあるティッシュは入らないと思います。という、まあ、こんな形でね。まあまあ、ペン立てはね、いいと思うんですよ、ここ。まあでも、そんなにこれにペン立ているかっていう話はあるんですけどね。こうやってね、ペン立てたりできるんで。それはいいんですけど、ちょっとね、デザインはいいから面白いなと思って買ってみたものの、ティッシュがね、特殊だったのがちょっと残念。よくあるボックスティッシュが入ればね、一番良かったのになというのが感想ですね。ということで、まあ、こちらの商品ね、こういった感じなんで、このティッシュに関しては皆さん気をつけていただきたいなというのがあります。サイズ感、事前にチェックしないとね、僕みたいに普通のボックスティッシュ入るもんだと思って買ってきたら入らないっていうのはもうあります。あとはここはね、一応、まあ、動く、ギミックだけですけど、ギミックというか動くだけ、特に何かがあるわけではないですね。で、後ろ
そこはまあこういった足がついてる。裏面はもう特にないんですけど、まあこういった感じのスマホスタンドがね、面白いなと思ったんですよ。昔ね、こういうの雑貨屋さんでも売ってたなと思って、ちょっといいなと思ってたんですけど、ダイソーの方でね、最近こちら並んでおりましたので、気になる方はちょっと在庫の方チェックして、ダイソー探しに行ってみてください。サイズ一応測っておきます。横がね、だいたい 19.5 です。このサイズ。で、高さがこの状態でね、今下から見て 15.5 奥行きは15センチってとこですね。で、このスマホの内径ですけど、スマホ、ここがね、横幅15センチ。縦は7センチですね。なので、まあ、さっきみたいに iPhone 11、うちの方は11なんでね、古いの使ってるんで、iPhone 11は無理ですけど、こんなこれ iPhone 6のもう使ってないね。今やもう形だけサンプルで置いてるやつなんですけど、これだともう前から入ります。これのサイズ感だったら。という感じの、まあ、こういうね、ちょっと面白グッズですけど、まあ、最初ね、お店で見た時思ったより大きくてびっくりしたんですけど、こういうのも売っておりましたので、まあ、気になる方はダイソーをチェックしてください。まあ、サイズね、ティッシュのサイズに関しては、こちらの方、ちょっと注意が必要なので、お気をつけください。こちらのジャンコードですけども、こちらですね。まあ、ティッシュケースの使い方、あとスマホスタンドの使い方は、こういう感じで表記がありますので、ゴム蓋外してはいいんですけど、このティッシュのサイズがね、気をつけないといけないっていうのがあります。お気をつけください。ということで、今回はこの辺で、また気になる商品見つけたら紹介したいと思います。それでは。